皆さんこんにちは葉月光栄です葉月光栄の水費チャンネルということで今日もよろしくお願いします、えー、7月に入りまして、えー、水費で見るね、7月は5変化の月ということでまあこの2023年の中でも非常に大きなまあターニングポイントになる月というふうに、うんえー、見るんですけどもまあ世間ではね、いろんなことが起きているようですが あの、なかなかですね、これ、えー、いわゆるマスコミですね。まあ、テレビとか、まあ、新聞とかね。まあ、今だったらネットニュース、大手さんがやってるね、ネットニュースなんかもそうかもしれませんけども。あの、そこだけ見てるとですね、本当にわからないことがたくさんあります。で、やっぱり、その、ある意味情報は自分で取りに行かないといけないんですよね。で、それもやっぱり、こう、ただ、 まあ、いわゆるネット検索まあ、もちろんそれも大事なんですよ。ネットを検索するっていうことも大事なんですけども、プラス、でやっぱり自分の足で、えー、動くう。まあ、気になるんだったら、まあ、実際その場所行ってみるとかね。まあ、それが無理だったら、 その、よく知ってる人にやっぱり直接聞いてみるとかね、あるいは会って話するとか、まあそういうことがこれから非常に大事になってくる、そういうタイミングなんだということをですね、ぜひぜひ覚えておいていただきたいなと。う、あ、ん、のー、単にこう、もう、要は、あのね、まあいわるただで、えー、得られる情報だけで判断してると、すごい、いい間違っちゃうっていうか、えー、そんなの聞いてないよみたいなことになりますんでね、まあ当たり前なんですよね。情報発信する方は、 えー、やはり自分の都合のいいことしかやっぱり言わない。何らかの意図を持ってその情報を発信してるわけですから。もちろん、あの、はずき声もそうなんですけどもね。だからそれをやっぱり見極める目を、まあ、養うっていうことが非常に重要になるんで、まあこの変化の月なんですけども、その、なんか、マスク目の情報だけ見てるといえば別にそんな大したもんないっていうふうに思われるかもしれないですけど、 ことは本当にないので、いろいろ部分部分で見たら大きく変わっていることがたくさんありますのでね、ぜひぜひそのあたりをチェックしていただければというふうに思います。ということで、えー、今日は月曜日なので、恒例のスヒウィークリーメッセージをお伝えしていきたいと思います。今週はですね、今週のスヒ波乗りウィークリーメッセージは、感情を解放し内側をクリーニングする。 そうですね、いわゆる外側に見えてる現象は全部内側こちら側がまあ原因で、えー、外側は結果ですからその結果の方を何とかしようとするんじゃなくてもう出てしまった結果は仕方がないのであなんでこんなふうになってるのかなとなんでこんなふうになってるいわゆるそれがあまりこう心地よくないものだとしたら自分の内側をクリーニングする方に一生懸命になりましょうと。 いや、外側をなんとか、別に、あの、外側に働きかけちゃダメっていう話ではないですよ。これは間違いないでくださいね。もちろん、外側に心地よくがないんだったら、心地よくないよということを伝えるのは大事なことかもしれませんけども、それで自分の思い通りに何とかしようっていうんじゃなくて、あ、なんでそういう現象が起きてるのかなそれはやっぱり自分の内側に原因があるんだなっていうことで、内側を整えていくっていう。そっちのアプローチの方が、結果的にはね、えー、まあ、 うまくいくというかですね。あの、まあ、いわゆるベストの結果がやっぱり出てくるわけですよね。それをぜひ、その、こう、いわゆる意識の転換っていうかな、ベクトルの転換っていうのがすごく大事で、それがまあ今月なんか非常に試される、まあそういうタイミングなんでね、ぜひぜひ覚えておいていただければと思います。で、まあ今週のウィーグルメッセージは、感情を解放し内側をクリーニングする。 私たちのネガティブな思考や考え方の根底にあるのは癒されていない感情です。傷ついた。私には価値がない。悪いのは私。と勘違いしたままのネガティブな感情が私たちの思考、行動、人生を支配しているのです。そうですね。そうなんですよ。人生がうまくいかないのは基本的にそのネガティブな感情の処理ができていないっていう、そういうことなんですよね。はい。 えー、感情は感じきると消化する。まあいいよ、消えてなくなるということなんですけども、という法則があります。古い感情は今ここにないものですが、その古い感情をあなたが心の奥底にしまったまま、ね、えー、握ったまましまい込んでいることがあなたの人生に制限をかけてしまっているのです。はい、その通りですね。うまくいかないっていうのは結局、 結果の方ばっかり見てますけど、いや、その上手くない、いかない原因はこっちの方にあるんだと。特にそれが感情ですね。ネガティブな感情。私には価値がないとか、どうせそんな、あうまい話はないとかね。 えー私には、まあ、なんだろう。まあ、幸せになる価値がないとか、権利がないとか、豊かになる価値がないとか、権利がないとか、そういう思い込みですね。その思い込みの古い感情を手放すことで、まあ、現実が変わってきますよという、そういう仕組みを、まあ、お伝えしています。感情を感じきるためには、自分の胸に手を当てて、ネガティブな感情を思い出し、それを胸から引っ張り出すような動作をした後、 手を前に突き出し、バイバイするように左右に勢いよく両手を振ります。その時必ず笑顔で。この感情解放ワークをするだけでネガティブな感情はあ解放消化されていきます。ネガティブな感情が湧きが上がってきたらその度にこのワークを何度もやってみてください。それだけで内側に溜まっていたネガティブな感情が解放され、内側が綺麗にクリーニングされるのでおすすめです。 ということで、まあ、今週の波乗りワンポイントは感情解放ワークをやってみるということなんですけど、これもう昔から僕はあの、ずっと言い続けてることでですね、まあ、いろんな本にも書いてるんですけど、これ何度言っても、あの、悪いことは決してないので、えー、最近そういえば僕もあんまやってなかったなというのをですね、改めてこの自分の文章を読んでね、あ、もう一回ちゃんとね、その都度、これその都度なんですよ。で、 ネガティブな感情が湧き上がって来ない人はいないし、来ない日は多分ないですね。毎日何らかしらあるわけですよ。チェッとかですね、クソとかですね、なんだよみたいなことっていうのはちっちゃいことなんですけども、あの、必ずあります。まあ、で、それが決して悪いことではないわけですよね。まあ人間ですから。 ポジティブな感情もあれば、ネガティブな感情もある。でも、そのネガティブな感情をずっと持ったままだと損ですよという話をしているわけですね。で、それはどうやって処理すればいいか。これ基本的に即時処理なんです。で、即時処理、適時対応なんですよね。いえ、適、適、適切な時にちゃんと対応する。で、できるだけすぐ。まあ、いわゆる僕は、あの、よく言うんですけど、感情っていうのは生物ですから、置いとけば置いとくほど腐っちゃうんですよね。 で、腐って沈殿していく。で、どん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 溜まっていくっていう、こういう構図なので、まあ、そういうチェとかクソとかイラとかなんだよっていうふうに思った時に、今の。ねやってみましょう。感情解放は非常に簡単ですから、まずですね、いいですかえー、っと、両手を。 ま、基本的に左手が下、右手が上なんですけども、えー、両手をこう胸の上に置いて、そのネガティブな感情をかん、感じます。なんだよって思ったら、なんでなんだよって思ったのかなとか、うん、そのちょっと奥の方ですね。なんでだよって思うのはやっぱり傷ついてるわけですよ。なんか自分が大切にされてないとか、大切に扱われてないっていうことに対して傷ついてるわけですよね。だからそれが、あ、今傷ついてんだな私とか。 うーん、なんだろう、こう、がっかりしたんだなとか、悲しいんだなとかうん、寂しいんだなとか、そういうことですね。で、それをこう感じるわけです。はあ、そうか、今こういうふうに言われてなんか、イラッとしたのは、自分がやっぱりうん、悲しかったんだなっていうようなことをこう感じるわけですね。で、そしたらその悲しみみたいなものを引っ張り出す。引っ張り出すっていうのはこう、まあ、こう、前に突き出すっていうことなんですけどね、手をね。で、もちろん、 この間には何もありませんよね。ないんですけども、ここをこう、ああ今悲しいって思ったんだな、私って思ったら、その悲しみを引っ張り出す、ぐーっと引っ張り出す感じ。で、その時、ここを見るんです。この間、何もないところ。で、見る、見ることによって、ここに悲しみをちゃんとこう、確認するっていうことですね。あ、これが悲しみのエネルギーなんだ、みたいな感じです。別に何も見えてなくてもいいし、なんか感じる人は感じるかもしれません。 あの、私悲しかったんだなっていうのを感じながら、ぐーっと引っ張り出してみます。ね。まずだから最初こう、はぁ、で呼吸を整えて、今なんでイラっとしたんだろうっていうので、ああ、今やっぱりなんか傷ついたんだな、悲しかったんだな、私っていうのに気づいたら、深呼吸をして、ぐーっとゆっくり引っ張り出します。引っ張り出してみます、ここをね。 はい。見ていただいて、あ、これは自分が今抱えてた悲しみのエネルギーなんだっていうことを確認したら、今度はそれをこう、手をね、バーンと突き出して、要は、バイバイです。バイバイ。悲しみさよならみたいな感じですね。はい。ただ、これだけの話です。まあ、本当と簡単でしょね、この時に、まあ、注意してほしい点が、まあ、3つぐらいありまして、1つはやっぱちゃんと見るっていうことですね。で、パッと突き出す。 で、この時に手をね、できるだけ反ってほしいんですよ、こう。こういう状態じゃなくて、こういうふうに振るんじゃなくて、こう。手の指を。ね、わかりますよねこういうふうにするって、こ、この手ってこれ掴む手ですからね。わかりますかこういうふうになっちゃうと、せっかく手放そうとしてるのに、ここにエネルギー残っちゃうんで、こう、これだと。ぐーっと掴む手ですからね。だから、それはすごいもったいないので、パッとこう。 指の間もこう離してですね、指と指との間の離して指を反るぐらいの気持ちで、そして勢いよく振ります。これ2番目のポイントね。そして3番目。3番目はですね、ね、あの大事なことはですね、顔です。こういう感じでやるとこれなんか全然手放せてないでしょ。こ、この状態じゃ。これもったいないんですよ。パッンってやったら、ニカッって笑って。これ 30秒ぐらいねねるとねめちゃくちゃゃく効きますよあれなんでそんな悩んでたのかなとか何がつらかったのかなとか何が悲しかったのかなとかいうふうになりますんでこれもうやってみてくださいもう本当に簡単ですからこうやって感じて見てってやってこれもうこれだけで感情ほに 本当に解放されるんで、何だったっけみたいな感じになりますね。すごく場面転換にも使えますよね。なんかやっぱりどうしてもこう感情引きずるじゃないですか。で演技するっていうこともありますよね。なんかき傷ついてるとか、もっと構ってほしいとか、そういう時ってなんかこうブスッとしたりとかですね。なんかこう、なんていうかな。本当は自分が寂しいとか悲しいとかね。 あの、構ってほしいとかいうことなんですけど、それをなんか見せないようになんかこう不機嫌になるとか。まあ、男性ね、特によくそういうケースありますよね。言わないからわかんないんですよね。何が、なんで機嫌悪いのかなっていうのが。だからそういう時にこそ、こう、場面転換でこうってやるとですね、あれ何気にしてたのかなみたいな風に本当になりますんで、これめちゃくちゃおすすめです。ん、すごい、 いいと思います。あの、まあ、自分で言うのも何なんですけどね。あの、非常に効果的なので、あの、こういう、まあ、非常に大きな変化があるときって、やっぱりこう、傷つくっていうか、感情がザガザをするんで、そのザガザしたとき、もうその都度、その都度こうやって、ってやっていくとですね、顔ですよ。めっちゃ大事。で振っていただくと、もうそれだけでも、クリーニング、めちゃくちゃ、なりますから。 はい。これも具体的な手法として非常にお勧めしたいので、よろしければぜひぜひ、えー、試してみていただければと思います。はい。ということで、今日はですね、感情解放ワークの仕方について、ね、これネガティブな感情が本当に一瞬で消えていく、非常にパワフルな、簡単なんですけど、非常にパワフルな方法なんで、ぜひぜひ試してみてください。それではまたどうも